ドラゴンズの立浪和義新監督、ドラゴンズの監督就任おめでとうございます。いやー、今日ね、就任会見がありました。緊張してましたね。就任会見の後このスタジオにもお越しいただいたんですけど、緊張したと言ってましたよ。その緊張した面持ちの中でね、強いチームを作る、かつ野球をする、そのためには妥協しませんと言ってました。一つ一つの言葉に重みがありましたね。いや、今日はね、まあ北海道は新庄劇場かもしれませんよ。でもこの名古屋は立浪劇場ですよ。いよいよ立浪劇場、幕が開きました。さあ、この立浪さんなんですけども、もうドラゴンズファンの皆さんご存知かとは思いますが、改めてプロフィールご紹介しますと、1988年ドラゴンズに入団しました。ドラフト1位 PL 学園からですよ。 PL 学園、春夏連覇を果たしました。そこで私、 PL 学園の当時の名監督中村淳二さんに電話で聞きました。そしたらね、中村淳二さんはね、立監督か、いやー、いい監督になると思うよと甲高い声で言ってましたよ。で、その中村淳二さんから一つエピソードを聞きました。立浪さんはとにかく気配りの天才なんです。あのね、これ学生時代ですよ、中村さんが一言つぶやいたそうです。爪伸びたな。そしたら立浪さんその場からいなくなって爪切りを持ってきたんです。まあ、もしかしたらここまではある話かもしれません。しかし立浪さんはただ爪切りを持ってきたんじゃないんです。爪切りをもう開いて、いつでも使えるように持ってきたそうです。気配りの天才。いや、もう中村さんは数百人 PL で教え子がいるけども、あんなに気配りができるのはもう立浪より誰もいないと言ってました。それぐらい気配りのできる人だったわけですね。そしてドラゴンズに入団して新人王ゴールデングラブ賞を獲得しました。まあ1年目からね、ショート守ってました。もう本当にね、動きが機敏で早かったです。肩も強かったですもんね。ゴールデングラブ取って当然の守りをしてましたよね。そしてバッティングもすごかった。通算で2480安打、これ球団史上最多です。通算2塁打487本、これもね、日本で一番ツーベースを打った人、プロ野球記録なんですよね。で、ミスターツーベースと言われましたが、ミスターといえばですね、西澤道夫さん、そして高木守道さんに次いで、ミスタードラゴンズの称号も得てるんですね。これ引退したのが2009年なんですけども、なかったですね、ここまで。でね、私、今から7、8年ぐらい前になるんですけども、ある方の結婚披露宴に行きました。立浪さんもそこに列席されていたんですけども、立浪さんがね、そこでご挨拶されたんですよ。その時のご挨拶、僕忘れられません。立浪さんは、私、立浪和義、監督をやれと言われたらいつでも行ける準備がありますと、そう言ってたんです。それが、皆さん、7、8年前ですよ。その時から言ってたんです。だから立浪さんはずっと準備してた。今回のコーチの組閣早かったですよ。だから構想通りなんじゃないですかね。さあ、そして立浪和義さん、これは構想通り行くのか、来シーズンの予想オーダーについて CBC テレビのドラゴンズ応援番組サンデードラゴンズでこう予想しておりました。で、今日スタジオにお越しになった立浪さんに、立浪さん、これ前予想した通りですよねと聞きました。そしたら立浪さん、いやあれは解説者として言ったことですか、解説者と監督は違いますと言われましたけど、でもちょっと突っ込んで聞いたらですね、やっぱり1番の大島さん、4番のビシエドさん、まあこの2人はまあ長年の経験と実績で、この2人は決まりだろうなというような趣旨の発言してましたね。あとはもうみんな競争になるんじゃないかというふうに言ってました。その中で私気になったのが7番セカンド石川貴也選手、ドラフト1位の石川選手、セカンド大丈夫なのかなということなんですけども、これね、聞いてみますと、やっぱり石川選手って、まあ、ピッチャーのイメージ強いかと思いますけども、高校時代ショートをまず最初に守ってた、
ショート守れるぐらい守備は器用でうまいと。だけどピッチャーもしなきゃいけなかったということでサードに行ったんですね。なので内野はこれセカンドは十分いけそうです。これ私の取材だと。ただ立浪さんはセカンドとしての石川を見たことがないので、ここは一回見てみたいというようなことを言ってましたね。そしてこのライト、これ誰になるのかということなんですけども、今日聞いてみましたら根尾選手の可能性もある、岡林選手今売り出し中ですね、この可能性もある。ここがね一番の激戦区、どうなるのかってのは注目ですよね。まあ立浪選手なんですけどもね、どんな野球をしたいか、野球はピッチャー、これが試合の8割を決めるんで、まず守り勝つ野球をしたいというような話を今日の会見でも言っておりました。そして打つ方に関して言うと、今ねドラゴンズ防御率はいいんだけど、やっぱり打率が良くない、なかなか打てない。そこで1年間本当に打てないと言われましたが、立浪和義必ず何とかしますと言っておりましたんで、この頼ましい言葉をね信じたいですね。立浪さんの胴上げ期待したいと思います。立浪さん頑張ってください。